こんにちは、駄菓子屋ゲームワーク2日の岸です。そしてはい、僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者で、ぴょこたんがね、遊びに来てくれたんで、はい、今日はね、ゲーム対決をしたいと思います。よしでね、ゲーム対決するゲームはね、こちらのバイクラリー。おー、これ当たりがね、2箇所あって、まあ1回10円で当たり券2枚ゲットできるチャンスがあるんですよ。まあ1打目はここで当たりで、2打目は当たりね。で、当たり券が出てくるとポイントも書いてあるんで、この5番勝負ってことでね、これ10円玉5枚入ってますんで、はい、5回やって、でその合計ポイントが多い方が勝ちってことですね。わかりました。で、まあやっぱ動画なんで、まあ勝負はなんか書けないと面白くないってことで、罰ゲーム、はい、でもし私が勝ったら、今ぴょこたんが自分のね、生配信でいつも毎回頭にやってる、これね、僕が任天堂信者ですっていうのを、はい、この本でね、今こう、こういう漫画を描いてるものです。あ、間違った、間違えたと。これは、岸さんが描いてる、あ、そこまで、これは駄菓子屋ゲーム博物館チャンネルの館長の岸さんが描いてる本じゃないかって言って、で、ね、まあ、これじゃなくて、こっちです、こっちこっちが僕の本だ。全然やりますよ、まあ、負けないですけど、やりますよ、はい、こういう感じでやってもらえれば、はい。じゃあ、ぴょこたん勝った場合どうします？僕が勝った場合は、僕が勝った場合ですか？そうですね。そっか。じゃあ、ここにですね、勝った場合、ここにじゃあ僕の顔を描くんで、その場で描くんで、ここって一番岸さんの配信とかに映る場所ですよね。そうですね、雑談してるんで。この壁に、まだ真っ白のこの壁に一番優しい僕が何か描くと。ああ、いいですよ。はい、でも私のチャンネルなんか1000人ぐらいしか見てないから全然メリットないんじゃないですか。でもほら、地上波とかも来るじゃないですか、ヒルナンデス、そういうブラブラ散歩系、そこにね、僕の映り込もうっていうね。なるほど、この三段です。わかりました。じゃあそれで勝負しましょうか。お願いします。じゃあ、先攻後攻どっちにします？僕はじゃあ後攻で。はい、じゃあ私からね。じゃあ1回目、これはね、もう当たりに入れるだけなんで。2回目、まあ残念ですね。これめちゃくちゃ思い入れのあるゲームなんですよ、実は。日暮里南公園の前に久米さんっていう駄菓子屋さんありましたね。 あそこは去年終わっちゃったんですけど、よく知ってますね。それがこれしかなかったんですよ、ほぼこれしかなくて、これやりまくってんですよ。でもちょっとバネの調整はあるんで、今これ7し運転ですね。いきますよ、こんぐらい。あ、違った。やっぱ久米さんとバネのあれが違うから、調整が。久米さん閉まったばっかなのよく知ってますね。いや、最新情報じゃないですか。ですもん。あ、そうなの。よし、わかった、ここだ。ちょ久米さんとバネが違う。ああ、惜しい。ああ、閉まわかった、わかった。2回目、ね、合わせていきましょう。2回の重し。ああ、なりますね。なんとしてもぴょこたんにね、私の本を紹介させたいんで。持ち主ですからね。やっぱバネの感覚ですね。これアップしてから、一旦アップしてから、ああ、強いのか。結構これバネ元気ですね。そうですね、久米さんと違ってバネが元気ですわ。いつも私が直々にメンテナンスしてるんで。よっしゃあ、リードされちゃった。10点。今の分かります？こうバネと会話してるんですよ。チキシタ一発で行くじゃないですか。そうですね、僕バネと会話してから行くんですよ。さすがだな。ここで入れとかないとちょっと苦しくなる。あ、来た。おー、やっぱりこうバネと会話したんで、ね、これは10点しか出てこないですか。いや、たまにね、20とか30とか出ますんで。よし、大量リードもできますよ。まあ、こっちのバネとね、うまくね、会話がね、成立しないんですよ、こっちのバネと。あー、これなんだけどな。2打目は当たりやすいんで。キュッ、あー、くそ。あー、まずいな。まあでも高校の方がかなり。これでもう1回入れてリードしたいな。あー、残念。よし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 、今度こっちで。よしよしよし、危ない危ない危ない。あー、うまい。これで20点目、何点ですか？10点。さっきので20点同点。これでリードしましたよ。これでプレッシャーをかけていけばね。あ、くそ！ここ今のミスったな。
あーくそ、やべ、あと1回か。これでリード。これでもうダメ押しの、はい、もうこれ見せるの得意なんで、これラストですよね。そうですね。あー、よし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 、これで20点取れば大逆転ってことですよね。同点だった場合どうなりますか。同点だと延長戦のサドンデス、ね、サドンデスですか。あー、くそ、入るかと思った。よし、じゃあ結果発表でーす。ちょっとこの顔を見ての通りなんですけど、もう結果発表するまでもないですけどね。何点でした、ピョコタンは。まあ10点ですね。私はね、2回入ったんで合計10点です。持ちなし。まあ確かにちょっとまあ有利といえば、でもね、このゲームそんなにね、上手い下手、まあ、やって分かると思うんですけど、そんなに差が出ないですよね。なのでまあ結構五分五分か、5.5 と 4.5 ぐらい。いやでもそんな差が出なかったと思うんですけどね、でも約束は約束なんでね、やってくださいよ。あ、わかりました。生配信で、はい、いつも見たこう、こう、あ、わかりました。見ないで後ろから撮る感じで。あ、わかりました。あ、これは。あ、わかりました。そんなんでよければ、はい、やります。楽しみに待ってますんで、はい、ではね、今回はバイクラリーでピョコタンと勝負して、私がね、2回10点ゲットして勝ちました。罰ゲームの方もね、ピョコタンの生配信の方でやってくれるっていうんで楽しみですね。ではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。全国のちびっこ諸君、日暮里に来てももう久米商店はないぞ。